次にタスクリレーティッドコンポーネントアナリシスの簡単な説明をしたいと思います。これは2013年のニューロイメージの論文になっている部分ですので、詳しい部分はご覧ください。で、我々の考え方としては、このような2つのソースが脳の中にある。例えば脳機能信号として、例えばタスクに関連して毎回同じように出てくるようなシグナルの成分がこういうふうに3つあると。で、もう一つ、例えば帯同の場合、この場合2回目のブロックの時にまばたきをしたとか、頭が動いてしまったとか、そういうふうなノイズ成分が乗ってたとすると。で、こういうようなシグナルの部分とノイズの部分がありまして、それがこういうふうに何かの線形は、例えば数式で書くと S と N のなんかよくわからない、知らない係数で線形和になって、2つのチャンネルの信号が出ている。 X1 というのはこういうふうに出ていると。で、 X2 というのはこういうふうな信号が出ていると。で、例えばこれを見てみると、 X1 の方にはシグナルとノイズ両方乗ってますが、シグナルの寄与の方が多少多い。で、 X の方というのはシグナルも乗ってますが、ノイズの方の寄与の方が多少多いというような状況をちょっと考えたいと思います。で、記号ですが、ここに書いてある S の上の括弧1とか括弧2括弧3というのは1ブロック目、2ブロック目、3ブロック目という意味で、他のところでも括弧1括弧2括弧3というのはこの全体の信号に対するこの部分のこの X1 の1番目のブロック、 X2 の2番目のブロック、 X3 の I1 の3番目のブロックということを示しています。で、問題はこのように観測された信号からこういうふうなシグナルに関係するタスクリレーティッドの信号をどうやって抽出するかという問題になります。で、このような X1 と X2 と X3 が与えられたときに、これを重み付け W1 と W2 でチャンネルの数だけの係数を導入して、それを足し合わせてこういうふうにタスクリレーティッドの成分を再構成したいと思います。で、もちろんこのように先ほどのミキシングの係数 A とか A11、A21 とかそういう係数が分かっていれば再構成できるのですが、我々はこの係数を知りません。我々はその係数を知らないで、どうやってこの ST というのを再構成するかというのが問題です。で、我々が提案するのは、例えば Y1 と Y2 の Y 括弧1とか Y 括弧2の、コバリアンスを最大化するというのは、戻りますと、1番目とのブロックのところと2番目のブロックの波形の相関を取るわけです。共分散を取るわけです。その共分散を、この共分散を最大化したいというふうなことをする。で、共分散を最大化するときに、共分散を簡単計算この場合計算しますと、シグナルとノイズに、シグナルには相関があるけど、ノイズ間には相関がない、シグナルとノイズにも相関がないという仮定を置くと、このコバリアンスというのはこういうふうにもともと持ったシグナルのコバリアンスになる。そして、これを最大化したいというのが我々の方法なんですが、これは2次の方法なので、W と W2 を適当に選ぶといくらでも大きくなってしまいますので、全体の波形の分散というのが1になりなさいという制約条件を置く。で、これを最大にしたい。そしてこの制約条件があるというのは、この2つの係数が円上にあって、これを最大にしたい、これを最大にしたいということなので、ここを1にしてここを0にするというふうに選べば、これを最大化することができます。つまり、こういうふうにここを1にしてここを0にすると、ここが1でここが0になりますので、シグナルというのを再構成できる。つまり、このような制約条件の下で、コバリアンス1ブロック目と2ブロック目のコバリアンスを最大化すると、もともとのシグナルというのが再構成できるというのが分かります。で、これは今お話ししたのは2つのチャンネルしかない簡単の場合だったんですけども、一般の場合にはこういうふうに N チャンネルあると思ってください。 N チャンネルあると、それで係数も同様に N 個ある。それで Y という1本の線を、重み付けは X の重み付けはとして計算する。で、これは実際の実データなんですけど、緑色で影がついている部分は指タッピングをしているデータです。で、例えばこういうふうにこのチャンネルを見ると、指タッピングをしているところにもこういうふうに上がっているような信号が見える、こういうふうに見えると。だけれども、あまり
綺麗な再現性のある信号ではないですし、他のチャンネルを見るとこういうふうに帯同らしき信号というのも載っています。で、これをどういうふうにやるかと言いますと、同じ方法です。この係数をどう選ぶかんですけど、先ほどの分散が1というような条件のもとで再現性を最大にする、この線が、この緑がついたところが同じような波形になるようにしなさいと。例えばこの解析をするとこういうふうにきれいな再現性のある波形が出てきます。で、実際ブロックで切り出してみるとこういうふうに毎回同じような波形がだいたい出ているということが分かります。これを数学的に定式化しますと、このような線形和を取るときに、線形和をと取るときの係数をどう決めるかというのが、コバリアンスを最大化するんですけども、 K 番目と L 番目、つまり Y の K 番目の波形と L 番目の波形というのの共分散を計算します。で、これ線形和なので W のに関して2次の関数になります。で、K 番目と L 番目だけではなくて、例えば全ての組み合わせ、1番目、2番目、1番目、3番目、1番目、4番目といった全ての組み合わせのペアを取ってきて、全てのペアで、共分散を大きくしたいので、全てのペアの和を取ります。そうすると、これはこういうふうな行列を使って、これも W の2次形式で書けます。で、S というのはデータが与えられれば作ることができる行列です。で、これを最大化したい。で、制約条件としては、全体としての分散というのが1になりなさいというふうにする。そうすると、これも W の2次の制約条件になって、 Q というのは、元々の X の X1、XI、XJ の共分散行列になります。で、これは簡単に数式で解けることができまして、これを一定にしながらという幾何学の条件で、上は最大にしたい量、こういうふうなものを最大化するように、W というのを決めましょうと。それを W ハットとしましょう。で、これは単に固有値問題、これの動詞とは簡単で、ラグランジュ係数法を使って、ラグランジュ未定乗数法を使ってこの式は出すことができます。で、これを最大にするような W というのは、この Q と S という行列、Q インバース S という行列を作って、それの固有値を解けばいいということが知られています。で、これは n×n 行列なので、対応して n 個の、固有ベクトル、W1 から Wn までの固有ベクトルが得られて、それに対応するようなラムダ1からラムダ n というような固有値が得られます。で、ラムダというのは、これは簡単に分かるように再現性の強さです。ラムダが大きければ、その信号、対応する信号というのは、対応する Y という時系列はブロックごとで、非常に再現性が高く、ちっちゃい量、ちっちゃい、こうちっちゃい固有値の場合には対応するものは、再現性がほとんどないということが簡単に示せます。で、これ今お話しした、TRCA のマトラポコードです。X1 と X というのがデータの行列で、 T というのがどこで課題だったか、課題を始めたか、それで実験条件がどれぐらいの長さだったかという3つのパラメーターを引数として、計算することができます。で、これはブロック化をするという、マトラボの計算の方法で、で、ここというのは、先ほどの S 行列を計算しています。で、ここでは Q 行列を計算しています。で、S 行列と Q 行列が分かれば、Q インバース S というのの固有値を求める問題なので、マトラボでは1行でかけて、それを Y として出すことができます。で、このコードはここから、このリンクからダウンロードできます。で、これが解析の流れです。元々のデータがあって、元々のデータがこのようにあって、このように得られたデータを、そうすると N 個の時系列があるわけですが、対応するような固有ベクトルを作って、こういうふうに固有値の大きい順から並べていきます。ここに書いてある数字は先ほどのラムダ固有値です。ラムダ1、ラムダ2、ラムダ3と。で、
ラムダの大きい順番に並べています。ですからこれが再現性が高く、これが再現性が低いものになっています。で、どれが統計的に優位に再現性があるかというのを示すためにリサンプリングの統計検定を行います。で、帰無仮説はこういうふうに色がついたところで再現性がない、つまり、再現性がないという帰無仮説を置くと、ここのブロックの取り方によらず固有値の分布は同じになるわけです。帰無仮説のによるとこの取り方によらないわけなので、こういうふうなブロックのところ、実験的なブロックのところをランダムに取って固有値を計算します。そして出てきたのがこういう分布です。もし再現性がないと仮定すると固有値の分布はこれぐらいになると。で、ここが99%の信頼区間というので線を引いて、それ以上をはみ出ているような固有値を持っている、つまり上の2つというのが統計的に優位に再現性があるだろうということで、こういう2つ、上の2つだけを残します。他の下の方、例えばこれとか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 は非常にノイジーで再現性があるように見えませんし、統計検定からも除外されるので、この下のやつは捨てると。で、上の2つだけ、統計的に優位に再現性があるので、タスクリレーティッドコンポーネントとして採用しましょう。というのが今回の考え方です。